絶対できないもんね。ご借金。すごいね、本当に。どういった、この間猫になったりもしてましたけどね、これね。わかりました。では、気を取り直してお送りしたいと思います。日本のクライアントの方は2人組とかでロックを演奏してたんですね。藤川浩二さんとかね。鈴懸の道っていう曲リクエストいただくんですけど、昔やったことはごめん、ずっとやっていなかったんですが、ちょっとこのせっかくこの1年半このメンバーでやってきたので、お送りしたいかなと思って取り上げてみました。どういうお聞きになるか、バイブラフォンがね、ちょっといないんでちょっと残念なんですけど、それはそれとしてお聞きいただければと思っております。では鈴懸って分かりますか？僕よく分かんないんですけど、木の名前ですか？すみません、ステージスタッフがなくたし、ちょっと疲れてない。素敵な木ですかね。トランプタマシとは違うんですよね。よく分からない。また調べておきます。すみません、鈴懸の。